あ、雪のステージだ。ブルブルスター。いや、HP1 じゃないですか。そうだ、これ回復してんだ。なんてこった。慎重にならざるを得ない。死ぬ怖い。あ、危ない。危ないでしょ。ちょっとこの、アイスが欲しい。よし。アイスと、氷。アイスと氷ってなんで？アイスとアイスで、あ、雪だるまだ。そうだ。で、唯一使い道がよくわからなかったコピー能力がアイスとファイヤー氷がただただ溶けるだけ。いまいちちゃんと使えた記憶がありません、ね、私は。いて弱い。あ、来た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 。これ好きだわこのワドルディとやる、この移動する系のやつ好きだわ。うい。これもどっかにあるんだろうな。これ上と下どっちだっけ？なんかどっかにあったはず。クリスタルが。上だ！正解！よーし。いいぞいいぞ。ここのびっくりはそんな当てにならないっていうね。ドカーン。これだけのステージがあってもいい。あーらららら。ら、ん？雪だるま作ろう。ボーン。これなんだっけ、これなんだっけ、何で壊すんだっけ、何で壊すんだっけ、忘れちゃった。バーン。あ、雲の上じゃん。これダメじゃん、ダメじゃん、転がれねえや、気持ちよく。あ、ボムと何か、ボムと何か使おう。え、だめ、そんなジャンプできると思わなかった。えい。あ、下にある、下にある。登れるんかい。うわー、これ壊すやつだったか。何これ、黄色と黄色ニードルと電気か、飛来心のやつか。くっそー、しかもちょっと強い、これちょっと強い。ニードル&ニードル This is めっちゃニードル確か壁にも刺さるんだよな、出てる間。もう針の代表格が揃ってます。世の中の針という針がここに詰まってる。注射針痛そうだな。コンパス
こいつ確か倒せるんだよな。こんなんだっけ。ああそうやって飛んでくのね。ほらよ。よーし、あ、これ倒れてくる。未来が見えている。そういうことをするゲームだこれは。おにぎり。ほらある、ほらやっぱりある。ねえちょっと、ねえもうそういうことばっかするんだから。ほら合体。さっき必要だったやつがさ、このステージの後の方で手に入るって、これなんだ、これでよーって言われてる気分。残念でしたーって、この装備が必要でしたーって。煽られてます、完全に煽られてます。さあボス戦行きましょうか。カモン。ロボット、これどういう攻撃だっけ。うい、カモンカモン、よいしょ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 。演武もはや、すれ違いざまに、うん、そんなの聞いてない。なんかとっさにジャンプできないんだろこれ、バグか。よいしょー、おしまい。この頃ロボ流行ってたんかな。ボンバー、あっと、え、食らった今、もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、あ、食らってる、やばい死んじゃう、やだ、これこれあれだ、ずっしんこしてくるやつ、死んじゃう、これ死ぬ、死にました、死んでない、やめて、暗いな、あばよ、危ない、危ないところだった。あ、バグっちゃった。吸い込みやめてくんない。吸い込みやめてくんないわ。え、ちょっと。吸い込みが解除できないから、ジャンプできないから積んだ。嘘だろ、ちょっと待ってよ、カービィ。おい、狂ったように。食欲が狂っちまった、こいつ。待って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 。ちょっとガチで。ね、ガチでバグったんだけど。吸い込むんじゃねえよ。吸い込むのやめろよ、カービィ。こう押してる間しか吸い込まないはずなんですけど。バカービィ。しかもこれ B ボタンっていうか吸い込みボタンをずっと押してる判定になってるから、あ、ありがとう。ありがとう。助けてくれた。よーし、確かにロボット系流行ってたかもしれないですね、この時期は。あぶねえ。強引じゃなかったわ。なんという仕打ち。
リップルスター。なんだその顔はカービィ。あっ、ごめん、びっくりした。いいね、ハートフルなステージで。ペンペン、ペン、ペン、ペン。割と強い気がする。強いっていうか、どのコピー能力が威力強いとかそういうのないから、多分そうなのかな、わかんねえや。適当なこと言ったわ今、すまん。マキシマムトマト、やめて。この上とか行けないですか。おい、安全地帯にせえ。ここはこれで勝てるわ。ずっとくるくるしてるだけだったわ。鍛え方が足りんな。なんでしょうこれは。あ、これ覚えてるわ。なんかくだらねえと思った昔から。なんで下敷きでさ頭こすってさ、静電気でさ頭燃えなきゃならんのじゃん。あ、くだらねえこれ。アイスボム。ああ、そんな器用なことができちゃうのね、ポピージュニア。バン。強いのかな、どうだろうか。これはストーンとボム。あ、これ壊せんじゃん。なんて意地悪な。なんだここ。覚えてねえや。あ、雑魚連戦だ。あ、3つぐらいですね多分。このステージ全部で4つか。この星。なんか久々にゲットした感じする。なんだか敵の本拠地に乗り込んできたみたいな。そんな BGM っすね。であれだろう、ここで出てくるコピー能力を取っとかないと次に行かせませんよみたいな、そういう感じなんじゃないの。どうせ私知ってるんだから、どうせこの先で必要になるんでしょ。ああ、なんか必要っぽい本当に。覚えてないよ何が必要か。花火強くない、雑魚殲滅。テレテテン、ほいほいほい。真ん中で跳ねてるだけでいいんだもんこれ。ちょっとや。オッケー。何やら怪しい雰囲気がしますが、うわ絶対あれどっか床壊せたんだ。そうだ、よし、ラスボス行きましょうか。やめて。
さあ真剣にやっていきましょうか。それちょっとかわしづらいんだって。あの1個しか吸い込めなかった。やばい、あれ食らっちゃうの。3発当てれば OK か。電気処理しちゃいて。こうなんないと吸い込めないからな。ボーム、気持ち悪いな。なんかあバーニー、暗いな。ロック、来ないんかい。来るんかい、その勢いで。電気、攻撃チャンスが少ないのがめんどくさいな。後ろから来るんかい、それ。おしまい。さあこれ一発当てりゃ終わりでしょう。 OK、 バーニー、これで終わりだぞ。バーニングも、よし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 、あと少し。ああ、そういう跳ね返り方すんのね。へい、今回ニードルはまだあれじゃねえか、全然だぞ。今食らわないの、なんで教えて。一回こっち、こっちじゃねえか。その勢いでこっち来るのおかしいやろかい。ここで待機してよ。どうせまた石来るから、石が来るまで待機してよ。私は石、私は石なのよ。ほらよ、あれ、おい、不要だもん。おしまいだぜ。 OK、 あーい、こうして宇宙の平和を守ったというわけですな。この一等身と二等身の出会いは宇宙を救いました。デデデがピエンしてる。俺この頃からピエンあったのか。2000年からピエンの先駆者を見つけてしまった俺は。マジか、23年前にすでにあったのか。悪い顔してる。まあ、クリスタルを全部集めてラスボスを倒すと裏ボスに挑めるっちゅうわけですな、これは確か。まあミニゲームがあったりだとか、コレクションですね。ハテナカードをゲットしてたと思うんですけど、それはこういった、敵モンスターのギャラリーが見れるっていうわけですね。名前とかね、ついてるんだよね、全部ちゃんと。で、9×9 だから81体。いるんだな、これが。あれ、なんかボスのページもあったような気がするから、合計10ページだった気がする。確かね、合計10ページだった気がするな。わかんない、記憶が曖昧すぎる。
葉山葉山、お前葉山だったのか。そんなのがいろいろあるというわけです。裏ボスはいっかな葉山さんがデザインしたのか、その可能性は非常に高いです。ありがとうございました。じゃあね。